こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、美容整形の方に行ってきまして、肌を何したかっていうと、このシミをね、抜くあの光当てをしてきたんですよ。光ごと当ててバチッバチッってやって、ものすごく眩しかったのと、あとむちゃくちゃ痛かったですね。で、顔中にそれをやって、だいたい15分から20分ぐらいやってもらったんですけども、ヒリヒリしてね、今でもヒリヒリしてちょっと熱がこもった状態なんですけども、今ね、だから顔全体が黒くなってると思うんですよ。それは黒い色素が表面に浮かんできて、それが 2,3 日経つとかさぶたになって落ちていくそうなんですよ。その時に白くなるらしいんですよね。で、非常に楽しみにしているんですけども、こちらがですね、東京美容外科というところの施術を受けてですね、15万円ぐらいで5回のコースだったんですけども、先ほど入金してきましてね、これから月に1回ぐらい通おうかなっていうところでございます。その1回目が今日終わって、だいたい1回の施術20分ぐらいで3万円というね、まあまあ、痛い重い金額なんですけども、まあ、美容整形ってのはお金がかかりますんでね、それから手間もかかると。で、今からね、日焼けをしないように気をつけないといけないんで、この日焼け止めも4400円で同じところで買ってですね、で、これから顔を塗ろうかなと。もちろんペイペイで払いました。で、これは明日から、今日は雨なんでいらないと思いますけども、明日からちょっと顔を塗ってね、で、日焼け止めをして、で、こちらの黒い色素が表面に出てきてポロッと落ちるのを待とうかなっていうところでございます。ですのでね、今週中にはもう違った顔の表情が見えるんじゃないかなと思いまして、記録の動画にさせていただきました。で、2回目が8月の20日です。その日も同じように施術を受けて、さらに色素を外に出すと。これをだいたい3回から5回繰り返すと、もう美白になってね、ツヤツヤっとしてちょっとアンチエイジングが成功するらしいんでね、ちょっと今回はそれを試しということでやってみました。でもなんか効果ありそうです、今回はね。いや、ついにね、美容整形するようになったか俺もみたいな感じですよね。ワクワクしましたね、なんかね。それではまた、日々変わる私の表情の方にもご注目でございます。